そのチビも銀髄賞の持ち主だ。銀髄賞のあの馬が誰？よいか、運命の輪に導かれお前たちは出会った。セバールカルテットよ。そのチビをこの世界で葬るのがウヌラが務め。やれ。私にはセーラームーンがついてるの。あなたたちなんかに負けない。あなたセーラームーンつながり？うん。じゃあ次じゃあ違う、あなたたちが騙されてる。騙したのはあんたよ。あたしとあなたたちを守るからね。何よざれ事。誰？タキシード仮面様。タキシード仮面だろ。闇夜に咲くは暗黒の花、光が当たればつぼみは閉じる。汚れなき少女は未来の宝、それを操る悪魔たち、このタキシード仮面が許さない。はっ。鮮やかに巻き起こせるよ、ミラクルツイスター。助け求める声が胸に届けば、赤いバラ騒ぎ出すのさ、ロゼルレス。大切な人を守るためなら命も懸ける、その勇気胸を打たれないとが惨状。弱の息の根止めてやる。 Here come the Tuxedo Mask。 清水さん、タキシード仮面様。セマールカルテットよ、お前たちに本当の使命を教えてやろう。清水さん、アスターレテ、アスターレテ、あなたこそが真の女神、月そのもの。暗黒の冥界深く、月の満ち欠けさえ忘れ、息潜め待ち続けたわ。ただひたすらにこの時のため、汚れて腐り果てたこの世を破壊し、母なる神の光あふれ、真の女神いただいて、神聖世界の母にならん。我はアスタルテ、アスタルテ、あなたこそが、この私が真の女神、月の化身。横暴な男の神に、女神の誇りを砕かれて、天界から追放されし、我らの無念忘るるなかれ、不残な現世消滅させるは
ルテ。女神ならば万物に君臨し世界の真の統治者に。真の女神いただいて神聖世界の母にならん我は。悠久の古代よりアスタルテ様こそ神の中の神、この世界の真の統治者。セマエルカルテットよ、お前たちはセマエルのフラスコより誕生したホムンクルス、人工生物だ。人工生物、私たちが生物でも人間でもないの。アンズルでない、お前たちはアスタルテ様に仕えることによって新生児ネオネイトと呼ばれる。ネオネイト、古い定理を破壊し新しい世界を作る新人種だ。ホムンクルスで終わるか、ネオネイトとなるか。この世界を維持する銀髄章を無力にすることが使命、それがお前たちの存在を決める。人類の刑の執行はすでに決まっている。ここは暗黒霊廟、奴らの墓場だ。用があるんですが、たかがヴァンパイアが何の用だ。ヴァンパイアが用があるって言ったら土に帰ってもらうってことですよ。面白い、ネプチューンの敵岩取ってやる。くそどうした最強の戦士よ蹴りをつけてやる。スペンソーブラスター。何を切ったつもりだ貴様。何？待ってるよ、ヴァンパイアの霊廟で。ネプチューン、ブルート。夢忘れることなかれ、夢に子供の夢の夢。あなたたち銀髄章もらおうか。そのペーパー、セマエル人ハー。情けないセーラー戦士だ。あなたはシバ、シバ神経出さんで。違う、私こそが太陽の向こうから来た10番目のセーラー戦士、セーラーアスタルテ、ソロマンジ・ハー。デマエルの剣が